皆さん、こんにちは。ヨッピーです。今回はマル G 講話完全 NG、 ディズニー最新衝撃の事実でお届けしていきます。ということで、6月ももう終わりです。7月に向けてディズニーシー、ディズニーランド、新しい情報、今の情報を分かりやすく解説していきますので、最後までご覧ください。気になるファンタジースプリングスについても語ります。では早速いきましょう。今日の目次です。 1DP& スタンバイパス、 2アトラクション混雑状況、 3ファイナルに向けてということで、本当に毎日目まぐるしく変わっていく情報を解説していきますので見てくださいね。では行きましょう。 1DP& スタンバイパス。午後遊ぶのはほぼ難しくなりました。直近の1週間のデータ、そして年を比べてみましたということで、ファンタジースプリングスのね、スタンバイパス DPA なくなる時刻まとめてみました。そちらがこれになってます。はい、アナテルサのフローズンジャーニー、ラプンツェルのランタンフェスティバル、ピーターパンのネバーランド、ティンカーベルのビジバギー、以上4つのアトラクションですね。まずアナテルサのフローズンジャーニー、直近の20日から26日までをまとめています。スタンバイパスで言うと穴行きはめちゃめちゃ早いです。だいたいね、9時ぐらいまでにはもうほぼなくなってしまうと言っても過言ではありません。はい、土曜日だから日曜日だからっていうのは正直あんまりなくって、8時48分とか50分とかね、だいたいそれぐらいの時間にはもうほぼほぼなくなってると言っていいんじゃないかなと思います。続いて DPA ですね。DPA に関してはもうずっと変動ございません。基本的にはパークオープンが8時15分です。で、18分になったらもうほぼなくなってますので、基本的にね、ハッピーエントリーでほぼほぼ埋め尽くされてるっていう感じになってるかなということです。ラプンツェルのランタンフェスティバル、こちらについてはスタンバイパスはですね、まあ大体9時45分から、まあ、11時手前ぐらいまではありますよという形になります。なので結構遅い時間までね、午前中残ってるということなんですね。はい、まあただとはいえね、10時ぐらいまでには、まあ、絶対に欲しければ行った方がいいですね。入った方がいいです。で、 DPA については、まあ、こちらもね、結構いろいろ変動していて、8時27分から8時45分ということで、まあ、パーク開園からね、まあ、30分以内にはなくなるという形で覚えておきましょう。ピーターパンのネバーランド、こちらもね、なんとね、11時台残ってる日もあります。はい、なので非常にね、なくなる時刻伸びてはいるんですけれども、まあ、10時半手前ぐらいにはなくなるということで覚えておきましょう。なので10時までにはね、確実にパークにいた方がいいですね。で、 DPA については、9時16分になくなる日もあれば8時半になくなる日もあります。なのでね、まあ、なかなか変動してますので、まあ、スタンバイパスはね、確実に取れるように10時までに行った方がいいです。ティンカーベルのビジバギー、はい、こちらについても結構ね、幅が広いですね。9時25分から10時46分ということで、まあ基本的にね、これも10時までに入っておけば、まあ、ほぼほぼ取れる可能性はあるかなと思います。はい、ただ20日の木曜日はね、なかなか早い時間になくなっていたっていうのがあります。はい、他のパスも結構同様ですね。はい、ということで、こちらがね、26まででした。でね、開園当初実はね、こうなってましたということですね。はい、まあ開園当初というよりね、オープン当初ということですね。まず穴行き見ていくと、こちらに関してはね、まあ、スタンバイバスもうほぼ8時半ぐらいになくなってたっていうことですね。なんで今の方が若干ね、残ってるのかなと。で、 DPA については、まあ8時16分から19分ということでそんなに変わらない。で、ラプンツェルのスタンバイバス、これね、なんと10時前にほぼなくなってたんですね。7日金曜日だけ、まあ、10時45分だったんですけれども、10時前にはなくなっていました。今はね、10時過ぎても残ってることは結構あります。はい。で、DPA については、まあ、こちらはあんまり変わらないですね。8時17分から、まあ、26分ぐらいまであるという形になります。ピーターパンのネバーランド、こちらもね、まあ、11時以降残ってることなんて全くなかったんですね。むしろ8時台になくなってる日もありましたので、結構ね、スタンバイパスの数は絞って発行していた。で、ティンカーベルのビジーバギー、こちらもね、10時以降残ってたことはありませんでした。はい。なんで、8時半から、まあ、9時45分。だいたいこれぐらいの時間にね、なくなっていたという形になります。はい。ですので、まあ、まとめていくと、基本的に、最初ね、6月6日から13日あたりは、まあ、スタンバイパスの発行枚数ね、かなり絞ってやっていて、そしてね、午後から、まあ、徐々にね、スタンバイパスを開放していって、まあ、いわゆるね、まあ、キャンセル拾いっていう風に言われてましたけども、私もよくやってましたけども、結構取りやすかった。何枚でもパス取れたといったのがありました。はい。ただね、まあ、今は、ご覧いただく通りですね、こういう風になって
ておりまして、まあ、基本的にね、パスがなくなる時間遅いんですよ。後ろ倒しにちょっとなってるっていう傾向あるので、特にラプンツェル、ピーターパン、ティンカーベルですね。なので、大体こう1日あたりに乗れる乗車枚数をね、午前中で一気に出しちゃうっていうのがあると思うんですね。なのでもう11時以降行ったら結構パス取るのむずいですよという形になります。はい。なのでまとめると、新エリアオープン当初は、スタンバイパスの発行枚数を絞って出したので、午後以降にキャンセルフィールが容易にできてました。しかし今は、朝まとめて発行しているため、午後取得はかなり厳しくなってます。なので、キャンセル拾い狙いで言っても、もう何百回やってもね、取れませんっていうことは結構起こるので、なので最低でもね、まあ、10時までには入る。なので、9時ぐらいから並んだ方が、まあ、確実にね、まあ、新エリア入るためには必要なのかなと思います。なので、もう11時以降に入ったらもうかなり厳しいということを覚えておいていただければなと思います。二つ目、アトラクションの混雑状況を見てまいりましょう。はい、かなりね、分散化してますね、ということで、今日もね、ディズニーシーの混雑状況をね、見てまいりたいなと思います。はい、こんな感じです。これはね、6月26日のデータになります。で、見ていただくと、ですね、黄色がね、結構待ち時間短いよっていうもの。で、赤がかなり長い。で、オレンジが、まあまあまあ長いといったものになります。アナとエルサのフローズンジャーニー見ていくと、結構ですね、まあ、15分っていうのが朝1。そして、まあ、15時、16時以降は10分、5分とかね。まあ、11時で50分というふうになっていました。なので、結構土日ね、最近170分待ちとか、まあ、システム調整とかがあって、非常に発生したりしてたんですけれども、まあ、支障がない日はね、割と緩やかなのかなと思います。はい。なので、これぐらいの待ち時間はちょうどいいですね。で次、ラプンツェルのランタンフェスティバル。ラプンツェルは結構落ち着いてて、まあ、朝一はね、基本的に、パス持ってる方、マジックパス持ってる方が入れるっていうことになりますので、まあ、5分、10分っていう風になってます。で、徐々にね、スタンバイパスの方入ってきたら、まあ、10時半以降、25分、45分でなって、まあ、最大60分待ちという風になります。なんで、個人的には夜がいいですね。夜まだ私乗ってないんですよ。乗りたいな。はい。20分とか10分待ちです。ピーターパンのネバーランド。これも5分から15分。ピーターパンは比較的1日通して、割とね、緩やかっていうのがあります。で、ティンカーベルのビジーバギー。こちらはね、11時からですね。で、若干システム調整あって、60分、50分待ちになってる時間もあります。はい。で、まあ、10分待ちっていうのが6時とかね。やっぱり夜の方が結構比較的、ファンタジースプリング過ごしやすいっていうのがありますね。で、ソアリンもね、だいぶ落ち着きましたね。まあ、90分から95分待ちっていう風になってます。で、その他、タワーオブテラーとかに関しては70分とかね。朝一は結構混む。やっぱ夜が35分でいいですね。で、トイマにも100分超えっていうのがだいぶ減りましたね。朝一は結構混みます。そして夕方ですね。過ぎてくると1時間以下になってくるのでおすすめです。で、インディ・ジョーンズはやはり朝がいいですね。朝30分待ちです。で、18時以降、まあ、ビリーブの時間とか15分とかになるのでいいですね。で、レイジングも朝がいいです。そしてもしくは夜。で、センター・オブ・ジャスは、まあ、結構1日として混む。はい。で、こうシステム調整最近多いですね。で、14時とか30分待ちになってました。センターはできれば朝早く行って一気に駆け込んでいくっていうのが、まあ個人的にはね、大変おすすめでございます。はい。ということで、アトラクションの混雑ね、まあ結論ね、かなり平準化されていっているというふうになります。はい。どこがバカ過ぎに混んでるっていうのは、まあ正直ね、こう、コントロールされてるっていうのが今の状況なのかなと思います。はい。ぜひ参考にしてね。三つ目、ファイナルに向けてということで行ってみましょう。バズライトイヤーのね、いよいよファイナルイベントの告知が始まりましたということでこちらでございます。はい。バズ・ライトイヤーのアストロブラスター、アストロヒーロータイムということで、7月2日から9月18日までですね。バズのね、スペシャルバージョンですね。スコア99999999999点以上のアストロヒーローを目指すといったものになります。はい。で、今回ね、高得点狙えるバージョンになってるということで、丸四角、ひし形、三角の4種類ね、ありますけれども、まあ、ザーグね、彼のロボット部隊に狙いを定めていきましょうと。まあ、ザーグを狙うとね、結構ポイント上がりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、全スペースレンジャーに次ぐということで、ザーグの桜木のおもちゃの世界は重大な危機に陥っているということですね。それでザーグの手下たちをね、やっつけましょうといったね、アトラクションになっております。皆さん何遍も乗ったことあると思うんですけどもね。まずドックポット、悪の手をザーグ、機関とボット、グラブポット、ロケットボットということで、まあ、ザーグですね。まあ、ザーグをね、かなり狙っていくっていうのはやっぱり個人的にはいいんじゃないかなと思っております。ただね、私あんまり上手じゃありません。最近だとね、56,700点という結果でした。はい。いやー、ちょっとね、普通すぎますね。
もっと取れるように、99万9999点、終わるまでにね、取れるように、ぜひともね、頑張っていきたいなと思っております。はい。で、続いてはこちらでございますね。で、新グッズね、合わせて発売がされますよということで、情報をお伝えしていきます。はい。バズのね、T シャツが出ます。7月1日ですね。こちら、表面バズが描かれていて、まあ、裏面ね、アストロブラスターのね、名前が書いてあって、大変可愛らしいですね。ぜひゲットしちゃいましょう。はい。そしてですね、第2弾、9月19日から10月31日は、アトラクションの思い出を記念として残していただけるスペシャルグッズ。トゥモローランド初めてパーク内チームポップワゴンでは、バズのデザインが描かれたものが出ますので、またね、シールも出るらしいです。これはね、大変注目ですね。ぜひともゲットしちゃいましょう。次、アツキャンに注意ということで、皆さん、最近かなり暑いですよね。パークも非常に暑くて、いろいろ問題起こってます。まあ、それ何かというとね、ディズニーハーモニーカラー、初めて6月なのに暑すぎて中止になりましたというニュースでございます。はい。そしてね、ジャンボリミッキーレッツダンス、こちらもね、10時45分12時、こちらの時間、運営中止となっておりました。もう30度超えた日ですね。この日は NG になってました。なので結構ね、暑い日は中止になることもありますので、皆さん、これはね、仕方ありません。覚えておいてくださいね。はい。ということで、今回の情報いかがでしたでしょうか。パークで素敵な時間過ごしてください。最後までね、ご視聴いただき、本当にありがとうございます。よければね、チャンネル登録もお願いいたします。インスタも頑張ってますので、フォローしてください。TikTok、そしてですね、X も最近はね、毎日のようにつぶやいてますので、よかったら見てね。で、ノートもね、やっております。そして、今日のヨッピーの一言です。はい。ということで皆さん、6月はいかがでしたでしょうか。いやー、結構ね、暑い日が日々続いております。暑さで言うとですね、ファンタジースプリングス。暑い日には非常にね、大変です。うん。なんでかっていうと、結構ね、日陰が少ないです。っていうのが挙げられます。もう日陰のところのベンチとかもね、結構人が殺到しますので、なかなかゆっくりするのむずいですね。なので、そんな時には、まあ、ぜひね、レストラン、モバイルオーダー取って、行くようにしてほしいなと思っています。はい。で、でもね、最近、モバイルオーダーで、まあ、レストラン入ってもなかなか座りにくいみたいなことが起こってるらしくて、なんか、キャンセル拾いをね、ずっとやってる人とかいるとかね、あるみたいで、ちょっと問題になってますよね。なので、そこはね、皆さんぜひ、TP をね、周りの方意識していただいて、取ったらね、1時間ぐらいには出るということで、やっていきましょう。はい。みんながね、楽しめるパークになるようにやっていきましょうね。ということで今日は以上です。See you next time. またね。バイバーイ。